垂れ幕が変わってる。おいおい、こいつは。いつの間にこんな、夜限定のイベントとも思えないけど。そんな話は聞いたことはありません。それにミッシーを他のキャラに変えるなんてありえないです。だろうな。あれはフールのワンダーランド。完全に名前が書き換わってんじゃねえか。夢でも見てるんでしょうか。夢は夢でも悪夢の類みたいだけどね。どうやらキーヤはこの先にいるみたいだ。だったらとにかく中に入るしかない。ええ、行くしかねえな。やれやれ、いい趣味してるね。ここまで凝ってるとため息しか出てこねえな。それにしても不気味なキャラですよね。ミッシーの代わりにこんなものを。絶対に許せないです。ディオちゃん落ち着いて。それにしてもキーヤは一体どこに。左右前方何か来ます。何？これってホラーコースターの化け物にしちゃガチすぎんだろ。とにかく迎撃するぞ。来る。歯応えありそうじゃねえか。
俺の番だね。行くぞ。ヘイト。僕の番か。エニグマクドン。ええ。行くぞ。やっやっ。僕の番か。俺の番だな。それ。あ、私の番ね。エニグマ駆動。やっ。任せてくれ。任せてくれ。やっやっ。僕の番か。エニグマクローン。甘いけど。行くぜ。行くぞ。行くぞ。ラディラディ。ガッガン承知だ。ババニングレイジー。それ。任せて。ありがとう。やれやれ。俺の番だな。よし。エニグマ駆動。へい。グラッツェ。さてと。無駄だよ。俺の番だな。任せてくれ。えいっ。やっ。俺の番だな。これで終わりだ。くらえ。大丈夫ですか？ありがとう。ありがとう。へい。ありがとう。行くぞ。僕の番か。それ。俺の番だな。行くぜロイド。いつでもいいぞ。バーニングレイジー。
行くよ。俺の番だな。エニグマクロー。俺の番だな。よし。エニグマクロー。さあ、へい。はっ。やれやれ。やっ。行くぞ。はっ。はっ。ここだ。行くよ。エニグマ駆動。やっ。はっ。俺の番だな。エニグマ駆動。待ってくれ。エニグマ駆動。エニグマ駆動。ほら、僕の番か。や、大丈夫ですか。任せろ。エニグマ駆動。さてと、それ、よし、上出来だ。グッジョブです。やったわ。なんだってんだ。でも今の手応えは。いつまで隠れているつもりだ。いい加減出てこい。え、へえ。よくわかったね。な、男の子。気配を感じませんでした。てめえ、何者だ。釣れないな。一度すれ違っているはずだし、知らぬ仲じゃないっていうのに。ねえ、特務支援課の諸君、あなたもしかしてヨナの部屋でロイドさんたちを罠にかけようとしたハッカー。そしてテロリストたちにタワーの情報を流した張本人か。実際に会うのは人形工房前ですれ違って以来だったな。正解。ウロボロスが執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、以後お見知りおきを願うよ。リベールを混乱に陥れた謎の秘密結社。あの工房の前で会った以上関係があるとは思ったが、まさかテロリストなんかに協力していたとはね。彼らも災難だよね。変ゆえに赤い星座、厄介な連中が出てきたからね。特に帝国の人たちは本当お気の毒だったな。ふざけないで。一応協力をしていた仲間だったんでしょ。彼らはあくまで僕が利用してた
コマの一つさ。なかなか面白い形で動いてくれそうだったから、少し手伝ってあげただけでね。彼らの主張やイデオロギーには全く興味ないんだよね。なかなかいい性格してるじゃないか。和治さんといい勝負なのではないかと。ザレ事はそこまでだ。このクロスペルで一体何をしようとしている。何よりもキーヤをどこへ連れ去った。力ずくでも話してもらうぞ。いい気迫だね。でも君たちのお姫様には別に何もしちゃいないよ。さっきここをフラフラと通り過ぎるのは見かけたけどね。はぁ、てめえ知らばっくれるつもりか。でも事実だからね。信じるかどうかは君たち次第だけど、今日のところはあくまで君たちに挨拶しに来ただけさ。踊りやがった。随分と大掛かりな手品じゃないか。まさか剣術の類い。それじゃあ僕はこれで失礼しようかな。また近いうちに会えることを祈っているよ。ああ、お姫様なら奥の城へと向かったはずだ。とっとと保護してあげるんだね。それじゃあまた。あれがウロボロス。エステルさんたちやレンちゃんから聞いてたけど、ハッキング技術といい、とんでもない集団みたいです。おいおい、あんな連中までクロスベルに来てんのかよ。そんなどうしてクロスベルばかり。いろいろ裏の事情がありそうだね。まあそれはともかく、今はキーアを保護するのが先じゃない。そうだ、奥の城って言ってたな。行ってみましょう。いた。よかった。どうしてなの？キア！キア！大丈夫か？よかった、怪我はしていない。あれ？ライドたちどうしたの？がっか、どうしたのって、あのな。キア、どうしてここへ？ロイドさんたちの部屋から歩いてきたのですよね。ん？ここって昼間のお城？キーア、なんでここにいるの？やれやれ、全然覚えてないみたいだね。寝ぼけてここまで来ちゃったんでしょうか。いや、それにしちゃ壮絶に寝ぼけすぎだろう。キーボー、何も覚えてないのか。夢でキーアを呼ぶような声が聞こえたような。あれ、キーアが呼んでたのかな。うん。夢だもの、仕方ないわ。とにかく無事でよかった。そうだな、よし、俺たちも一旦ホテルに戻ろう。キーア、部屋に戻ったらちゃんと寝るんだぞ。
キア、ご機嫌だな。なんかいろいろあったけど、ちゃんと楽しめたか？うん、またみんなで一緒にお出かけしたいね。今度はアルモリカ村とか。いいかもしれないな。昨日の様子からすると何かあるのかと思ったけど、すっかり元気そうだし、そんなに心配はいらないかな。むしろ心配すべきは結社の動きの方か。ライド、どうしたの？いや、なんでもないよ。それよりキーヤ、本当に昨日の夜変な奴を見かけたりしてないんだよな。ピンク色の服を着た奴とか。見かけてないと思うけど、キーヤ寝ぼけてたみたいだからちょっと自信ないかも。そっか。あ、いや、それならいいんだ。あら、こちらにいましたか。あ、ベルだ。マリア・ベルさん、どうもお疲れ様です。お疲れ様はあなたたちの方でしょ。しかし結社と言ったかしら、ふざけた連中もいたものね。私の人形をさらったのもそいつらの一員という話ですし、これは保安部の警備体制を徹底する必要がありますわ。そうですね。民間の警備員の手に負えるやつじゃないと思うけど、やっぱり俺たちの方で気をつけておく必要があるな。まあそれはともかく、ロイドさん、キーヤさん、ふと思ったのですけど、みんなで記念写真を撮らないこと？ああ、いいですね。記念写真って前にみんなで一緒に撮った？ああ、みんなと一緒の思い出を写真に残しておくものさ。それを見れば今回のバカンスをいつでも思い出せるってわけだ。撮りたい。決まりですわね。そうなると船内よりこちらの方がいいかしら。そうですね。せっかくのいい天気ですし、俺みんなを呼んできますよ。ええ、お願いします。それと船内にいる添乗員に声をかけてください。記念写真のサービスならすぐに受け付けてくれますわ。わかりました。大切な人たちに余計な心配をかけたくない。いい女は大変ですわね。何か悩みがあるのでしょう。私ならば力になれるかもしれませんわ。なるほど、なかなか順調のようですね。ああ、こちらの準備も9割方目処がついた。今回のオーダーにはなんとか間に合わせられるだろう。お疲れ様です、博士。カンパネルラ、レギオンたちの動きは？ちょっと前にブルブランが遊んでいたみたいだけど、もう手は引いたみたいだね。レンはリベールに去ってから戻ってくる気配はなさそうだ。そして彼女についてはまあ様子見でいいんじゃない？式神は貸してくれたけど、今のところ介入するつもりは一切ないみたいだし。ふん、わかりました。マイスターと同様、彼らの意思に任せてください。しかしレギオンには全ての行動の自由を与えるか。あの方の決めたこととはいえ、
いささか理不尽な掟だね。すべてはマスターのおぼし召し。是非を問う必要はありません。それよりいらっしゃったようですね。おや、来たかね。時間通りだね。お待たせしました。もう始めているようですね。いえ、始めたばかりです。例の件についてはもうよろしいのですか？ええ、あとは破壊殿に全てをお任せしてきました。それで、クロスベルでしたね。かの地に赴くのは私もいささか久しぶりです。あまりの変わりように目を丸くするんじゃない？現代の動力文明では最先端の大都市だろうしね。私も完成前にもう一度顔を出してみるつもりだよ。どうだね、せっかくだから現地で落ち合うとしようか。ええ、依存はありません。ではお二方、以後は一切をお任せします。幻影計画、あの方の最終計画のためには欠かせないステップです。第一段階としての仕掛け、よろしくお願いしますよ。了解だ。すべてはマスターのために。幻獣ですか？ええ、その通りよ。単なる魔獣とは言い難い大型で不可思議なモンスター。そんな存在がクロスベル各地で発見されるようになっているわ。あ、私らが見たやつだ。結局とどめを刺す前に逃がしてしまったけど。こんな魔獣が。そういった情報は流れてはいましたが。それだけじゃない、他のタイプも確認されている。これは急行山に現れた。おいおい、また出たのかよ。先日同じタイプのものが北の山岳地帯に出現しやがったな。そちらのスコットたちにすでに退治されている。そうだったんですか。もしかしてお二人で退治なさったんですか？ああ、不意をついてなんとか倒すことができたよ。これも君たちの方から情報が回っていたおかげだな。ただどうにも妙な手応えでな。アーツの効き方が異なる上に光るようにして消えてしまった。やはり俺たちが戦った時と全く同じみてえだな。しかし山岳地帯ということは今度は屋外に現れたんだね。ええ、これまでにも塔や僧院など異常な場所は確認されているわ。どうやら何らかの理由で場の歪みが発生していると推測されているのだけど。でもこれらの幻獣は山岳地帯や湖沼地帯などにも出現しているの。ひょっとしたら場の歪みがそうした屋外にも現れているのかもしれない。そんな、ゾッとしない話だな。では私たちをここに呼んだ理由というのは？ああ、これらの幻獣への対応をギルドと特務支援課の双方に頼みたくてな。独立提唱がなされて以来、ベルガード、タングラム両門でやや緊張状態が続いている。せめて住民投票が終わるまではそちらに集中しておきたいんだ。わかりました。
引き受けさせていただきます。分担に関してはこちらに任せてもらっても？ええ、データはお渡しするからそちらにお任せするわ。それとできれば原因の特定も頼みたいの。原因？なぜそうした幻獣がいきなり現れたかですか？ええ、魔獣の発生は昔から一定のサイクルで起きているけど、この幻獣に関してはそこから外れた異常事態と言っても過言ではないでしょう。間違いなく何か原因があるはずだ。場の歪みを発生させて常識外れの大型魔獣が現れるだけの原因がな。なるほど、確かにな。ギルドの名にかけて必ずや突き止めてみせよう。しかしあんたたちとこんな形で共闘するとはね。最初の頃からすると想像もつかんな。まあこっちもそれなりに成長してるってことだろう。いや実際大したもんだよ。もし警察をクビになったらいつでも歓迎させてもらうぜ。そうそう、特にティオちゃんなんかギルド向きだと思うのよね。そう言われましてもお言葉だけいただいておきます。でも幻獣ですか、確かに気になりますね。ああ、とりあえず手分けすることにしよう。警備隊から回ってきたのは全部で5件、君たちにはそのうち2件を受け持ってもらいたい。へえ、随分と気前がいいじゃないか。いいんですか、そちらの分担が多くても。ただでさえアリオさんが今は動けない状況なのに。だからこそさ、彼が動けない分あんたたちにも必ずしわ寄せが来るはずだよ。元より魔獣退治は私たちのお箱。お互い他の仕事もあるし効率的に分担すべきでしょ。助かります。なんだか申し訳ないですね。何、お互い様さ。それに君たちの方には結社の問題もあるからな。はい。ったくその問題もあるんだよな。結社、ウロボロス、なんでも遊撃士協会とはいろいろと因縁があるとか。ええ、リベールの異変でもエステルちゃんたちをはじめとする遊撃士がやり合ったし、それ以外にも各地の事件で幾度となくぶつかっているわね。帝国のギルドが一時壊滅状態に陥ったのも奴らの仕業だと言われている。もっともその後の衰退の原因は帝国軍の圧力によるものだから。そうなんですか。しかし聞けば聞くほど捉えどころのねえ連中だぜ。いずれにせよギルドの方でも未だ実態がつかめていない連中だ。何が目的かわからないがくれぐれも気をつけるといい。困ったことがあったら遠慮なく連絡してきなよ。正直連中に関してはこっちも人事じゃないんだし。わかりました。何かあれば遠慮なく頼らせていただきます。ウルスラ街道の中洲と東クロスペル街道の外れか。どちらも最近あまり立ち寄ってなかったな。急降山に現れたのほどでかくはねえみたいだが、万全の準備はしといた方が良さそうだぜ。それと原因の特定ですか。時、空、幻の上位三属性が働いているという報告もあるみたいだし。上位属性の働きに関しては私が感知できると思います。原因となるとちょっと難しいかもしれません。確かに塔や総員についても原因は分かってないみたいだし。そういえば古戦場にある太陽の砦もそうなんだっけ。ああ、俺たちが乗り込んだ時は確かにそうだったけど、ただ
事件が解決した後は何の異常も起きていないらしいの。そう言いにあったように金が原因でもなさそうだし。そうなると本当に原因は特定が難しそうですね。ま、とにかく行くだけ行ってみようぜ。どうせ他の仕事なんかも入ってきてるんだろうしよ。そうだな。よし、支援要請をチェックしてから出発するとしようか。やっぱり結構な数の依頼が来ているみたいだな。アリオスさんが動けないからじゃないとは思うけど。そうね、今日は課長が病院にお見舞いに行っているみたいだけど、私たちも近いうちに顔を出した方が良さそうね。だな。キーボーは昨日行ったらしいし、結構落ち込んでたよな。はい、ちょっと心配です。車を使えば病院まではそんなにかかりませんし、時間があったらお見舞いに行きましょう。ああ、そうするか。しかし、目の回復手術か。やっぱりまだまだ難しい領域みたいだね。そうだな。今回の手術は決して失敗というわけじゃないみたいだけど。
よし、ちょっとエイドスのみぞ知るかな。ちょっと自信ないけど、何かしらこれ。Thank you.
しますか？どこに行きますか？お安い御用です。はい、到着しました。
よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。どこに行きますか？お安い御用です。お待たせしました。
よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。